なんと今沖縄のジムニー乗りに集まってもらい撮影をしていたところ、たまたま通りかかったジムニー乗りの方がジムに集まってるのは何だろうと気になってここに立ち寄ってくれたぞ。だがどうやらマイルドスピードを知らないようだ。ちょっと話しかけてみよう。気になるとこいっぱいあります。すごい。さあ、すいません、ちょっとお話いいですか。この車を取材させてくれませんか。沖縄ジムニー。これ詳しいことあまり分からない。あ、全然いいです。車と、はい、あ、じゃあすいません、前に行ってすいません、突然の、はい、職務質問で、はい、いいことあまり言えないよ。いや、全然いいですよ。雰囲気がいいので、今突然このジムニー集まってるのを気になって、お、ジムニーって来たと。はい、ちなみに僕のことは見たことはないですよね。はい、いや、気ぃつかなくていいですよ。いろんなジムニーを取り調べするという YouTube チャンネルなんですが、とてもおしゃれなジムニーなので、ぜひ取材させてください。沖縄ではね、はい、暑い時代走ってるの見たことある。あ、こういう色のジムニーが。すれ違ったことある。地元の方ですか。そう。なんでジムニー乗ってるんですか。なんか何がいいですか。自分はね、はい、結構鳥の撮影が趣味で、はい、遊びので。おお。だから山に結構入っていったりするもんだから。はい。うん、何年ぐらい乗ってるんですか。いや、途中で買ったから、はい、まだ 4,5 年ぐらいかな。この色が良くて。いや、安かったから。あ、そうなんですね。色にこだわりは。いや、安かったから。なるほど、はい、分かりました。23万で買ったから、ね、ああ、安いですね。で、その後に、はい、クーラーは直すわ、はい、あっちゃこっちゃ修理して結局40万ぐらいかかってる。あ、車両より高いじゃないですか。オーバーホールもした、エンジン。そうなんですね、うん、あ、まあお金はかかったけど大切に乗ってるってことですね。じゃあ、そうそう、うん、どうですか乗ってみてジムニー。いや、好きだね。ああ、ジムニーはね、はい、ガソリン食うけど、はい、やめられない。やめられない。楽しいですか。ジムニーは必要だと。ああ、必要。必要。お、写真撮ったり何したりね、はい、いろいろやるから。はい、どこ行くんですか。どこ行くんですか。急に。おお、すごい。本格的にそういう風に撮ってるんですね、うん、iPhone で撮ってるわけじゃないんですね。いやいや、見る？おお、あ、すごい、すごいですね。これなんて撮るんですか。赤小瓶。赤小瓶、うん、あ、すごいすごい。これ何ですか。お仕事でやってるんですか。いや、趣味で。趣味でこんな写真すごいの撮る。そうそう、これな、これね、なんか増えてるんだけど、セミかな、なんかわかんないけど、写ってる、うん、写ってます、写ってますよ、はい、これはね、トカゲ、ヒナにあげるために、はいはい、親がトカゲ送ってる。そう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 。さっきからなんか加えてる写真ばっかりなんですけど。そうなんですよ。そういうシーンが好きなんですか。そうそうそう。捕食というか。ん、捕食、捕食してる、うんうん。で、あとね、こもうたくさん撮ってるんだけど、はい、赤小瓶って、はい、なかなか珍しいですか。珍しい。取れ、そう簡単に取れるもんじゃない、はい、山の中に、はい、こもって、うん、目隠しして、はい、隠れて取らないと取れない。なるほど。神経質というかすぐ逃げちゃう。そうそうそう、うん、人前、人の姿見たら、はい、もうすぐ逃げちゃう。西表山ではこの写真ないですか。はないですね。こういうもんばっかりなんだけど、はい、パラパラ漫画みたいなんですか。そう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 。なんかインスタグラムとか載せてますよ、これ。ん、まだ載せてない。これから、これから SNS に載せますか。ん、せっかく撮ったんだからインスタグラムとか、ね、見てもらった方がいいじゃないですか。
写真。うん、そうですね。はい。お名前聞いてますね。お名前いいですか。いやいやいや、それはまずいでしょ。なんか、あの、例えばじゃあ、ニックネームみたいなもん。浮雲。浮雲さん。浮雲さん。浮雲さん、ありがとうございます。自分も YouTube やってますよ。あ、そうなんですか。うん、じゃあ、チャンネル名言って、宣伝してください。浮雲チャンネルじゃないですよね。浮雲で、浮雲で。あ、検索すれば。検索すれば。概要欄に見つけたら貼っときますんで。あ、はい。すごいですね、本格的な。ジムニーより高いカメラじゃないですか、それ。あ、そうだね、これ、新品で買ったら60万ぐらい。うわー、すごい。これは10万ぐらいかな。すごいですね。はい、ちょっとジムニー見せてください、じゃあ。はい、周りをこうぐーっと。はい、何でしょう。映していいですか。映ってるかな。雲浮き、雲浮き、はい、これで皆さん検索してください。はい、おお、あ、大丈夫ですよ、はい、これ買わせる。おお、こんな感じで、そうそうそう、はい、横にしたもん、はい、映ってました、大丈夫ですか、はい、YouTube の画面で YouTube を見るというね、不思議な感覚になってますけど、ありがとうございます。はい、飛びですね、はい、おお、すごいすごい、エサ加えてるとこんな感じで、写真を並べてるんですね。うん、すごいですね、水の、はい、飛び出したところを瞬間的に撮ってる。なるほど、うん、さすがです。ただ、浮雲さん、そういうので、はい、あの、山奥入ったりするんで、はい、やんばる行ったりするんで、はい、自分には必要なくて。なるほど、話戻ってきました。ありがとうございます。Thank you, ドロック。はい。ちょっとじゃあ、車見せてください。もうちょっと、よく。あ、どう、あ、入ってください。前に。おお、綺麗ですね、でも、塗装。いや、ボロですよ。いや、綺麗ですよ。あ、オートマなんですね。オートマなんですよ。はい、音も聞く、はい、あ、まあ、特にいじってることもなくっていう、そうですね、はいはい、ちょっとあの、なんていうかな、スローがちょっと高いかな、はい、あ、なるほどね。この時間は就任会長からご覧いただき、渋いの見てますね、模様をお伝えします。国会を見ながら、そうそうそう、国会は今月、あ、リアスピーカーでかいのついて、あれで国会演説聞いてるんですか、後ろのスピーカー、 あ、 ー、はい、あれで国会演説を聞いてると、いやいや、繋がないと聞こえないから、浮雲さん、あ、なんかついてますね、いろいろと、岸田総理大臣腹みたいなのが、いや、渋いですよ、これかっこいいですよ、じゃあちょっと音があるのでエンジン切って、あ、はい、切っていい、はい、すごい、荷物も実用品が積んでるわけですね。撮影のための、はい、道具が、道具しか入ってない、撮影のための、あー、三脚も立派だな、はい、撮影のための道具しか入ってないんだよ、すごいですね。こういうやっぱジムニーらしい使い方をしてますね。うん。はい。でこれなんか目隠しね。はいはい、あ、撮影するときに隠せる。撮影するときに目隠し。はいはい。軍隊みたいな。そうです。ちなみにおいくつなんですか？自分は68。ああ、若いですね。活動的、いやいや、活動的なアクティブな68で。あ、それはレクバーみたいな。組み立てて中に入るとかね。あ、テントですか。テントっていうか、うん、あの中に入ってこれも目隠しみたいな箱型になって、はいはい、そこの中に入って撮影する。なるほど。ちなみに僕あの東京から来てるんですけど、あ、そうなんですか、はい、来る時にあの沖縄の
出身の友達に、うん、沖縄の人に会ったらこれ言ってくれって言われた言葉があるんですけど、はい、うちの口が言って伝わるかどうか試していいですか、はい、マガヒジャヒンギタン、あ、はい、大きいヤギが逃げたってことですか、伝わりましたね、ありがとうございます、はい、これよく使います、あんまり使わない、使わない、はい、わかりましたあのでも通じるからね、あー、ごめんなさい、うん、うちの口で、はい、じゃあちょっと車の横にいただいて最後一言、はい、浮雲さん、本当に突然の取材協力、捜査協力に感謝する。はい。はい。ぜひ、マイルドスピードっていうチャンネルなので、ジムニー、いろんなジムニーの傘が載ってるので、ぜひ見てください。はい。本当、急にすいません。突然声かけて、はい。ありがとうございます。いいものを見せてもらいました。はい、ありがとうございます。Thank you, デブロック。ありがとうございます。ナイス、ジムニー。マイルド。マイルド。スピード？マイルドスピード。マイルドスピード。それワイルドスピードですね。それは。これ？これ？それワイルドスピードですね。それは。それは映画の方ですね。本物の方です。マイルドですね。マイルドスピード。マイルドが出る。ワイルドが出ちゃいますね。ワイルドが出ちゃうね。はい、ワイルドが出ちゃうね。まだ入っちゃってます。嘘。ずっとスピーカー来てるんですね。マイルドスピード。あ、出ました。あ、それです。あ、おー、はい、これを後で、私の件は、はい、後で、ああ、よかったらぜひご覧ください、はい、ありがとうございます、 Thank you, Dorok、 はい、あ、はい、あ、はい、 Thank you, Dorok、 バカヒジャヒンギター